グリルズ。グリルズ。これどこのやつですか？これグリルズ J です。これからね、まあ、いつもの恒例のファッションチェックをハーレムで行いたいと思います。まあ今回初じゃないんだけど、なんかビートチャイルドでね、やばいアーティストが今回来るのでね、ファッションチェックしていきたいと思います。皆さん最後までぜひ見てください。ということでね、いやブログでもいいね、なんか。普段なんか、もうその動画の部分だけじゃん。なんつうの、ファッションチェックみたいな。普段どういうことしてるのかとかさ、みんな絶対わからないはずじゃん。例えばこういう移動とかそういうとこも映してなかったから、スタッフさんがいて編集の人がいてでカメラマンさんがいたりするじゃん。でオーガナイザーの人と喋って許可取ったりとか、マネージャーさん通したりとか、まあ、会社通したりとか、それでやっとそのアーティストと会えて一緒に動画を作るみたいな。一つ一つの動画にすごい愛着を持ってて、とりあえず数っていうよりも誰と撮るかってすごい重視してて、ブランディングとかそういうのではないんだけど、単純にその自分がそのかっこいいと思うアーティストだったりとか、まあ、シンガーとかだったりとか、そういう人たちと動画を撮ってね、まあ、この業界を盛り上げたいっていうのがまず第一にあって、まあ、当時はなんか必死になんつうの数字だけ欲しかった。今はすごい徐々にそのマインドが変わって、まあくまでビジネスとしてこのアカウントを運営したくて、アーティストがシングル出したらここでプロモーションできるっていうようなそのプラットフォームにしたくて、利益があるかプロモーションとしてまあポジティブな、ね、あのインパクトがあるかとかいろいろ考えると思うんだけど、ゆくゆくはやっぱこうやって自分が俺の考えとか言ってるけど、別に俺がメインキャラクターとして出たいわけじゃなくて、もともとその日本で始めたメディア、日本で始めた YouTube チャンネルなくて、もう本当アメリカのオクラホーマ州に住んでた時に始めたチャンネルで、日本で俺がいないと撮れないって動画が、まあ、99% だったから、そうじゃなくて俺が例えばタイに行きました、イギリスに行きました、アメリカに行きました、でもスタッフが日本にいます、この撮影できますっていう動画を作りたい、温かい目でね見守ってくれたらありがたいっすって話です。以上です。でもそろそろ現場着くからね、最後まで動画見てってください。Okay, Yoji, let's go! Aye, 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 aye,お願いします。お願いします。グリルズからもう半端ないからね、もう。じゃ早速行ってみましょうかということで、はい、まず最初なんですけども、はい、このピアス、これつけてるやつあるじゃないですか、それどこのやつですか？これはスワロフスキー。スワロフスキー。これとこれはスワロフスキーで、リングは？リングは御徒町でゲットした、普通にお店で買った。アイス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 。お値段は大体どのくらいしましたか？でもそんな、いくらぐらいかな、15万と35万ぐらい。15万と35万。で左側は これはピンクサファイア。ピンクサファイア、これも御徒町で、これはちょっとブランド系の、はいはい、かわいい感じのシルバーのリングです、ね、それぞれ大体お値段どんぐらいしましたか？どれくらいだろうな、でもこれはでも10万ぐらいで、10万、こっちは3万ぐらいかな。ブレスレットってそれどこのやつですかね？これは俺が自分で作ったやつですね。自分で自分で作った。どうやって作ったんですか？なんか前アクセサリーやブランドみたいなやつで、はいはいはい、その時に作ったやつを まだちょっと気に入って使ってる。いいですね。右の方はこれスワロフスキー、これと一緒のやつですね。でも一番みんなが注目をしてたと思うね、このグリルズ。グリルズ、これどこのやつですか？これグリルズ J です。おかちまち、おかちまち、カスタムで。そうですね。大体お値段どんぐらいしましたか？これはまあそんなプライスですね。これプライスですね。でこのトップスはこれはラフシモンズ、ラフのラフシモンズ。ラフシモンズ、かわいいっすね。かわいいっすよね。どこで購入したんですか？これどこで買ったかな。でもちょっと昔のやつでネットで買ったから、はいはい、そんなに多分安くゲットしてない。お値段大体どんぐらいしました？どれぐらいだろう、3、4万ぐらいかな。3、4万、いいっすね。これ最近ゲットして、はい、コモンスウェーデンっていうブランドのスラックス。なんか動きやすそうですね。なんかきっちりしてるけど動きやすそうみたいな。逆にね、逆にもうスウェットぐらいの感覚で買いちゃってる。多分7万ぐらい、7万、18万。
ぐらいですね。いいですね。シューズはバイロンっていうバイロンブランドで、はいはい、僕の友達がやってて。あ、日本のブランドなんですか？あ、いや海外のブランドなんですけど、パリのブランドなんですけど。そう、いいですね。まあ、パリとかにも、まあ、友達いるんですか？やっぱりそうそうそう、いて。で、なんかこれはビーガンレザーみたいな、はいはいはい、なんか果物の皮とかそっち系から作ったレザーで、ビーガンだ。そう、全部そのブランドみたいな。ビーガンのブランド、動物の皮は絶対使わないと。そうそうそ う, そ う, そういいっすね。環境にも優しいと。環境に優しいやつ。もう一つ、その今回 の, そのファッションポイントですね。このトータルで、はい、今日 の, そのファッションポイントって何ですか？ファッションポイント、まあ暑そうだから、涼しそうな格好と、確かに、まああと単純に下がちょっと太めにして、はい、上ちょっと細めかなみたいな。そういうシルエットに。そう、めちゃめちゃライブだからね、動くからね。ヒアダムさんのそのファンに対してちょっと一言お願いします。一言一言。あ、今いろいろ制作してるんで楽しみに待っててくださいっていう感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。